スコットランドヤードはドイツのボードゲーム。ロンドン市内に潜伏し逃走する怪盗ミスター X をスコットランドヤードの刑事たちが捕まえられるか、ミスター X が逃げ切れるかという戦略ゲーム。1983年ドイツ年間ゲーム大賞受賞。ミスター X 役のプレイヤー1名とその他の刑事役、プレイヤーチームとの勝負であり、ヒントとなる。 交通情報や目撃情報をもとに追い詰める20周年記念バージョンも発売された。ボードは数字で示されるマスとタクシーなどの交通手段を示すラインで主に構成される。他にロンドンの街並みが細かく記されており、名所やテムズ川も書き込まれている。それぞれのマスはタクシーのみ止まるものバスも止まれるもの地下鉄までも止まるもの,の3種類がある。 タクシーは移動できる範囲は、狭いが隣接しているマスすべてに移動可能なのに、対して地下鉄は大きく移動できるが特定のマス同士でしか移動できないという特性を持つ。各交通機関はそれぞれ特定のカードを使って移動する。刑事4から5人は、ミスター X の進路を見極めながら協力して追い詰めるのが基本となるが、刑事たちが移動する際はカードを、ミスター、 X 役のプレイヤーに渡した上で移動しなければならず後半になるほど移動手段は限られ展開は厳しいものとなるミスター X ックスにカードの制限はないがマスの制限は刑事たちと同等であるまたミスター X ックスの見つかえる特殊技能として船での移動と2回連続の移動がありこれをいかに有効に使って逃げ切ろうとするかが鍵となるただし 刑事たちにヒントとして移動するたびに移動手段をボードの特定箇所に示す。ゲーム中に規定の回数、Mr.X は姿を見せなければならない。ターンは時間ごとに区切られており、24時間以内に Mr.X が捕まれば、刑事側の勝ち、逃げ切れば Mr.X の勝ちとなる。ありがとうございます。